ということで、ここは JR 九州新幹線、山陽新幹線の博多駅でございます。隣にちょうどミッキー新幹線止まっていますね。これが九州新幹線、有名な800系の九州新幹線です。すげえなこれ、ドッピングショー、やば。九州ですか、走ってません。これはすごい、乗りたかったな。今回は鹿児島とか熊本とかそっち方面行かないので、いや、これはやばいね。見れただけでも、まああれですね、豪華ですね。確率もそんな、たまたま見れただけで合わせたわけじゃないんで、たまたま見れたのはでかい。いや、これすげえな。いや、噂には聞いてましたが、中の椅子座席までもがミッキーです。ということで、これから佐賀駅まで行きたいと思います。ということで、在来線方面に向かいたいと思います。そうだよね、長崎方面に行くとなると有名なハウステンボスがございますけども、それの特急電車が走ってますよね。まあ、今回は佐賀までしか行きませんので、長崎行きの特急に乗りたいと思います。特急かもめ17号、10時55分発長崎行きです。九州の電車の車両形態全く分かんないですよね。車内に入りました885系の、カモメ号でございます。今回は自由席でございますが、自由席は本当にかなり混んでおりました。リクライニングもね、混んでいるためか、なかなかね後ろには倒せず、ちょっとね倒すぐらいになってしまいました。横にはねミニテーブルが収納されております。ミニテーブルは、かなりね、木の、デザインといった感じでございます。カモメのロゴがねそこの右下に書いてあって、あ、すごいなと思って、カモメ専用の、テーブルと、そんな感じでございます。ということで博多駅を出発です。人生初めての JR 九州特急カモメ、佐賀駅まで堪能したいと思います。博多駅を出てすぐに500系新幹線が現れました。いや、やっぱりかっこいいですね。500系新幹線はいつ見ても素晴らしい新幹線だなと思います。JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。長崎行き特急かもめ17号、止まります駅は新都市博多から出て、ビュンビュンと飛ばすカモメ号、120キロほどは出てるんじゃないかなと思います。かなりねこの電車揺れるんですよね。揺れがとにかくすごいなと、一番最初に思いましたね。まあそれでもねこのようにスピードを上げて、快適に進んでおります。とても素晴らしいですね。やっぱスピードがね速い電車はね、本当に乗ってて気持ちがいいですね。大都会博多を抜けたらすぐにねこのような景色に変わってしまう。九州地方はねかなり田舎の、地方ですからね。降り口は左側です。
北区ドアと足元にご注意ください。久留米方面八代行き普通列車は11時20分3番乗り場、神崎佐賀方面備前山口行き普通列車は11時20分2番乗り場です。まもなく鳥栖駅に到着です。この鳥栖駅はですね、九州の中で、一番古い、駅ということで有名でございます。本当にかなり古いんですよね。まあ、見た感じ、この駅舎からしても、駅舎というかホームからしてもね、ちょっと古い感じがねにじみ出ておりますが、今から131年前、1889年に、開業したとのことです。この駅も降りてね、なんかそういったね、古めかしい駅をね眺めてみたいなと思ったんですけども、残念ながらそんな時間はありません。鳥栖駅を出発、次は新鳥栖駅です。隣の駅ですのですぐに到着します。新鳥栖駅に到着。九州新幹線の乗り換え駅として、この駅はねこのような感じになっております。すごいなんか綺麗にクロスしてある駅ですよね。なかなか面白い。九州新幹線の真下に到着でございます。なんかね、乗り換え案内とかでね、そのまま東京から佐賀を調べたら、新鳥栖まで新幹線で乗って、そこからこのカモメとかに乗って佐賀まで行く方が早いみたいな、なんかそんなね案内が出るんですけども、博多からね新鳥栖までね行く区間でね値上げされちゃうんで、新幹線代がそうなるとちょっと高いんで、やっぱり博多から特急かもめに乗って佐賀まで行く方が、安く抑えられます。次は佐賀に止まります。速度計を見ても120キロから130キロまでは出さないんですけれども、そのぐらい出しております。見るからに、電車がかなり揺れているのが、お分かりいただけると思います。本当にかなり揺れてます。120キロで、この駅を通過するシーンはもう本当に好きですね。天気も良く、素晴らしい、佐賀日和、佐賀観光日和となりそうです。かなり田舎の景色、いや逆にね、景色はこのぐらい田舎の方がね、僕は好きですね。到着しました。1時間もかかってません。博多駅から佐賀まで一人間でした。今一人間から特急青梅17号。ということで今回は、博多から佐賀までの、特急かごめの乗車機でした。これから佐賀を観光していきたいと思います。ただ一つ言いたいのは、めちゃくちゃ需要があるってことです。すごい混んでました。自由席平日です今日は。それでご視聴ありがとうございました。